2022年11月8日、船橋市役所です。これから船橋市議会広報委員会で、マイクロバスで、ここですね、マイクロバスで、東洋高校に向かいます。で、東洋高校で船橋市議会広報委員会で、高校生に対して出前講座というのを希望者に対してあるので、みんなでこれから向かうところです。はい、また、内容は追って報告いたします。